それではこの中に入っていきたいと思います。開けると、この中入って、下に降りる感じかな。そうすると全然違った、こっちだった。こっからどこへ向かってるんだ。ここはまあこれしかないから、こっちでしょ。これでこっちか、こっちから行けと。人形が吊り下がってる。でこれやるとちょっとわかんないんだよね。ん、どっち、こっちか。なっと、こういう狭いところだと影見もちょっと微妙な感じになるからな。わからん。なんかこっち向くな、影見やると。こっちの方か、そうすると。よいしょ。いや、ここは何もないからな。分からん。え、こっち向く？こっちじゃないのか、そうすると。部屋に入んなくていいんだ。こっちか。あ、こっちだ。一緒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 と。で、ここ、で見えんけど、こっちだな。合ってるかな。え、わかんねえ。わかんないけど行くしかない。ここで出てくれればよし、大丈夫だ。うわ、お前らは出なくていいよ。突破できねえかな。突破する。ここは多分高速で動けるから。うるさいさらばだ。君たちガキを相手にしている時間はないのだ。突破できたで、こんなとこ通ってきたっけ。いいんだよね、こっちで。暗い。とりあえずこれを取ろう。万葉丸。一個。ケチ。この上を登っていく感じか。階段猛ダッシュだな。ああ。お前らか。いっぱいいる。これは仕方できない。いてててててててカシ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 。これは仕方できないものか。いけない、なんで呪いだ。いけない呪いがかかっている。すんげえいっぱい反応があるんだけど、これマジで。このまま劇を叩き込んで、あいつは倒したか。
来る。ほらこいつも。あいつかい。どこだ。こいつは復活したもしや。眠ってろ。やばい、2枚しかない。もうあと1枚。マジか。全てを使い切った一音を食らえ。何これ。おお、倒した倒したけど倒したけどフィルムがない。61で取るしかない。いや、早く行きたいのは山々なんだけどさ、みんな邪魔してくるんだよね。解除できない。ようやく、あ、今なんか怒ってたな。あれ、もしはイベント進んじゃう。さっき下に反応があった気がするんだけど、手帳系かな。結構ロード長い。何が起こる。ああ、イベント、これは生き写しの絵を作る機械。麻生博士、お持ちとかそのものの心までも描いていただける素晴らしい絵になると聞きました。麻生博士っぽい。なんだ。あ、秘密の道。明日はお祭りだね。このままずっとここに隠れていよう。いや、お腹減るよ。結局隠れてねえし。え、もっとさ、もっと振りかぶってなかったっけ。これが私のヨスバ、私の魂。ずっと刺された割には元気だな。忘れないで。お、レンさんに変わった。え、レンさんに変わったの今度。フィルムは14フィルムないよ、もう。いつの間に眠っていたのか。ああ、ルイ先生、行くのですね。行くよ。俺は探しているものは書斎の奥に。書斎。ルイ、
ごめん。俺は行くよ。書斎ってここの書斎ってこと？それともう外出ていいの？まず遮影機をチェックしよう。一応フィルムなーい。マジかよー。ちょっとこいつの遮影機を鍛えるか。あー、装填感知、感知を2にしよう。だ、行くって言ってんだろ。行ってしまうのですね。お前など知らん。もういいのかな、普通に外出て。行くぜ。ルイの寝言は気になる。あれ、なんか進んじゃった。ああ、自分家、自分家じゃん。自分家からどんだけ離れてんのこれ。実家の蔵から見つけた。ああ、麻生博士の持ち物。髪の毛、髪の毛に添えられた文章。麻生家の分家、二の蔵より見つかったもの。あれからどれほどの歳月が経っただろうか。あの少女の髪のよすがをもらった。ああ、刀を振り下ろした。よすがを持って迎えに来るという幼い約束。あの子はまだ待っているような気がする。私にはもう思うように動けない年になってしまった。ああ、あ、麻生博士なのあれ。嘘。あとはどれ？これか。ルイの手帳。先生は私を選んでくれないだろう。それは仕方のないことだ。うん。こんなこと書くんすね。 OK。 これ電気つけっぱなしだと電気代かかるよ。まあいいや、行こうっと。マジかー、フィルムがないな。また敵がいっぱい出てくるんだろうな。こいつは使えるの？あー、廃旅館の方に行くのか。あ、そういうわけではない。あ、そうかせ。どういうこと？移していいの？ん？どういうこと？射撃。あ、違う違う違う、これキンキンキンだ。少女が映った。あ、何これ。なんか言ってんね。え、また山登んの？あ、なんかある。拾う。麻生博士の手記。ほんほんほん。麻生博士半端ねえな。こいつも。ゴー。
マジでこっからこいつも行くのか。アイテムとかって再設置はされてないのかな。ただ敵さんが出てこなければ全く問題はない。駆け抜けろこのまま。よいしょよいしょよいしょ。こっち、あ、アイテムが怒ってる。万葉、おっと、久々ゴーストハンド。アイテムは共通か。こっち、お、とりあえず結構スムーズにいけんなこいつは。お、違う、これはね遮影機なんだよ。ここで映った。あれか、これ読めない。ここでみそぎを行った。ああ、濡れガラスの巫女。アイテムの方が気になる。あ、これか、同じだな。清めの日、お、なんかアイテム反応がある。これは、あ、ノートか。麻生博士は昔この氷上山を訪れて写真を撮っていた。麻生博士の時系列がわからん。いろんなとこに出没してんなこいつ。行くか。このね、山がいまいちわかんねえんだよ。山じゃねえ、森が、道がね。あ、ここ一音フィルム凝ってるでしょ。いやー、助かった助かった。おっと、よし、もう24枚欲しい気がするけど。この縁の森がね、厄介。よしよしよし。ただ何事もなく今のところ行けてるからな。このまま何事もなく、何事もなく進んでくれれば。こっちか、こいつは。で、こっち、あそこのアイテムが気になる。うわ、出た、とうとう首吊りか。入った、入ってないか。07で、1体の時はちょっと07でなんとかしよう。取れん、そうだ、こっち劇ないんだった、忘れてた。このまま07でばらまいていくか。届かない、射程が短いのか。うわー、どこだ、ワープされるとちょっと。よし、これはフェイタルが入ってない。
ペタルが短いな。どこだ。くらえ。どこにいる。来た、切るか。これはたまんないんだよね。何度も何度も同じこと言ってるけど。連射していくしかない。倒した。見とってやろう。おお、見とれた。こいつは、まあ、首を吊ったんでしょうそのままだから。え、なになになに。これ何、どういう首吊りなの いっぱいいる。安らかに眠れ。そう、あのアイテムを取ろうとしたんだよ。万葉か。おっと、あれ、今引っ込めたのに間に合わなかったか。こいつでアイテムを補充って感じだな。ルート的にはこっち。よしよしよし。こいつも神社に入っていく感じ？ああ、そうだな。その前にじゃあこっちのアイテムを取ろう。うん、ない。こっちのアイテムは？ある。このフィルムは欲しいな、じゃあ、61だから。よし。で、帰ると。あれ、くぐっちゃダメだよね。くぐったら変なとこ行っちゃうよね、多分。こっち。おっとっと。射影機を構えましょう。ん？どこに？あ、いたいたいた。全然わかんねえ。少年時代の麻生博士に、よすがを渡し、この山に来たんだろうか。麻生博士を待っていた。麻生博士、友人少ないはずだろう。記録4。あー、違うんだ。あれは本当に現実だったんだろうか。まあ神社に入るか。
そうですね。じゃあ今回も、ちょっとなんか落ちたよ、神社へ入るところで、一旦終了してまた続きをやっていきたいと思います。